ゴスペルアーティストジョン・ルーカスさんが来日15周年を迎え、去る26日ヨドバシ協会を会場にジョン・ルーカス来日15周年記念アルバムリリース&ツアー東京公演が開かれました。今日はジョン・ルーカスの来日してから15周年記念の、CD を発売したリリースした記念コンサートと、それからジョン・ルーカスが教えている、ゴスマックスーパークワイアの、恒例の、イベントがこう合同で、行うビッグイベントです。ジョン・ルーカスさんが指導しているゴスマックスーパークワイアの竹の塚教室、赤坂教室、そして今年5月からスタートした東中野教室のメンバーたちが結集し、最初の曲 Everybody Clap Your Hands から会場の参加者を巻き込み、手を打ち鳴らしながら全身で神を称えました。生徒の皆さんで2曲を歌った後、この日の主役ジョン・ルーカスさんが登場しリードボーカルを務めました。ジャマイカから来日したルーカスさんはこの15年間いろんな経験をしましたが、その度に感謝の連続だったといいます。日本に来て最初に作った曲はそんな思いを込めたサンキューという曲。心配しながらも遠い日本に送り出してくれた両親、今まで彼を支えてくれた方々や、また神様に感謝を表した大切な一曲です。その思いを打ち出した同コンサートで心を込めてその歌を歌いました。私の胸にはもう感謝しかないですね。本当に日本でいろんなことありましたけれども、すべて乗り越えられて今日に至るのは皆さんの支えがあったからだと思っていますので、本当に今日のコンサートでも一番伝えたかったのは本当にサンキュー、感謝の気持ちです。自分の思いで来日したわけではありませんでしたが、今では日本が大好きだというルーカスさん。日本の名曲「見上げてごらん夜の星を」や「ふるさと」も選曲し、会場の皆さんと合唱しました。そんなルーカスさんの日本での生活15年間の中で思いもよらなかった出来事は、あの東日本大震災です。仙台で活動していた彼は自身も被災者となり、多くの人に支えられました。彼が震災後に書いた曲があります。ノータイム。私たちは当たり前のように日々を過ごしているけれど、与えられているのは今、明日どうなるかは誰もわからない、だから毎日を、今を大切に過ごそう、日々感謝し大切な人に愛を伝えようと歌いました。ルーカスさんはそのつらかった震災においても神の恵みを感じたと明かしします。震災直後に希望を捨ててジャマイカに帰るという選択もありましたけれども、神様の支えによって、あと本当に多くの方にお祈りしていただきながら、またこの活動をスタートしたことによって、本当に期待していた以上に全国に今ゴスペルが渡っていて、これは神様は最初から15年前に僕を日本に運んでくれた時にちゃんと分かっていたんだなというふうに思って、神様感謝と思っています。ライブ前半が終わったところで、ゴスペルシンガーソングライターの内藤陽子さんがゲスト出演し、自身の楽曲そして生きよを熱唱し、続いて会場のヨドバシ教会の峰野達弘主幹牧師がショートメッセージを語り、ゴスペルとは神への賛美であり、その神は5つの素晴らしさを持つとし、素晴らしい時に素晴らしいことを、素晴らしい方法で素晴らしくしてくださる素晴らしいお方であると伝えました。プログラム後半は、神様がどんなによくしてくださったか思い起こそう、ゴスペルは喜び、愛、希望、平和だと歌うザ・ゴスペルという曲、また、神様はどんな時でも素晴らしい方と歌うガッド・イズ・グッドなど、
ゴスペルの真髄をストレートに伝える歌詞で福音を曲に乗せて一人一人の心に届けました。最後はこの日のためにワークショップを受け練習をしてきたワークショップクワイアーも加わり、人数も歌声もパワーアップしたステージでダイナミックに主を称えました。初めてゴスペルに触れたという来場者も多かったですが、皆さんとても楽しんで過ごされたようです。お友達があの舞台に立たれているので、そこからお誘いいただいて初めてライブで聞きに来たんですけど、楽しかったよ、良かったよってなんかこうすごい厳かなイメージを持ってたんですけども、すごくこうライブ感があって楽しかったです。初めてゴスペルというものを聞いたんですけど、こんなに素晴らしいものがあるかどうか初めて思いました。なんかみんなで一体になれる、そのこうスケールの大きさみたいなのを感じましたよね。今回震災も経験したので、 3.11 の日に避難所でたまたまそういう生活もしたんですけど、少しずつ一歩ずつ前に、ね、やっぱりでも今回の歌を聴いて、またやっぱりもう2人で、ね、仲良くこれからも頑張っていきたいなって。本当に聞くものをこんなに楽しませ感動させることができるのは、歌う者たちがまずゴスペルに感動し楽しんでいるからではないでしょうか。ゴスペルを始めてから彼らはいろいろな面で変わったといいます。ゴスペルを歌うことによってパワーが充電されて頑張って日々を迎えられます。とってもストレス解消にもなって、はい、おすすめです。やっぱりこう常にこう自分が感謝するっていうのはすごくいいことだと思うので、常に感謝をして皆さんに感謝するし、やっぱりこう目には見えませんけれども何かに感謝するっていうのがまたそういうことがいいことだと思う出ますね。なんか、まあ、神様って目に見えないものなので、特にどの神様とかってそこ宗教的なことはあんまり考えたことがなく生きてきたんですけど、まあ何でしょう、まあ、見えない力も信じているところはあるので、なんか、気持ちいいです。でも、この歌を歌ってていろいろと考えて、まあ、勉強になればなと思うこともあるので、ゴスペルチームの中であのクリスチャンそんなにたくさんいないんですけど、でもすごいみんな仲良くて、いい仲間になって、一人この仲間で、神様に出会っちゃって洗礼まで受けちゃった仲間もいます。はい、すごいそのことは私の喜びです。とにかく幸せです。歌ってる時が幸せです。でもジョン先生の優しさに包まれているような感じがもう全身にもう感じるので、魅力、私の魂です。詳しいことは全然わからないんですが、やはりいろいろなまあ、いとこの死ですとか身近なそういうものがあったので、まあ、ゴスペルというと魂という言葉しか出てこなくなりました。まだまだジョン・ルーカスさんの日本での働きは続いていくことでしょう。彼には日本でゴスペルを続ける理由、ビジョンがあるからです。みんな普段の仕事がすごい忙しくて自分の力で頑張っている人がたくさんいるんですけども、ゴスペルを通じて神様の愛を触れることによって本当に楽に過ごせる毎日、自分より強いパワーに出会える機会が与えられるように、僕このゴスペルを伝え続けていきたいと思っています。日本にゴスペルを、それがビジョンです。